一番好きな花第1話感想動画でございます。はい。いや、あの俺ね、2人組作るの俺も苦手なんで、このチャンネルもあと1人入れて3人体制にしませんか？いや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 、ちゃちゃ別に大丈夫じゃない。もうできてるから。辛いな。辛くない辛くない。もう2人組できてんだからいいじゃん。もういや、だからそれがね、本当は心苦しかったのよ。実はなんでよ、もう1人入ったらごちゃごちゃするんだから。いや、ほらそういう風にガンガン言ってくるじゃない、島田さんって。別にこれでもしもう一人いればね、そっちにも分散されて俺の心のストレスが減ってたはずなのよ本当は。違うのよ、もうできちゃってんだからいいのよ。ガンガン詰めてくるじゃん。そうやって詰めてはないよ、これ。詰めてる。辛いわ。それ言われたら俺も疲弊してくるよ。もう花壇に埋めてくれよ俺も。アイスの棒に名前書くね、じゃあ。まあ今期の話題作一番好きな花の第1話が終わりましたけども、はいはい、2人組を作るのが苦手な4人の1人みたいなね話ですけど、まあだから要は多様性っていうかさ、価値観は人それぞれっていうさ。ああ、そうね。なんか最近そういうドラマ多いね。人それぞれだよみたいな、そういうドラマが最近多い中でも一番好きな花はなんか一番しっくりくるわ俺の中で。なんか押し付けてこない感じがある、その島田さんとは違う感じ。じゃあ俺は別に押し付けてるわけじゃない。いや、島田さんは本当押し相撲じゃないですか、本当に。踏んでくれないじゃん、なんか相撲でも一直線押し相撲。もうなんて言うの、島田さんに勝つにははたき込みしかないみたいな。あの、わかんないよ、その相撲で例えられてもみんな。それはでも人それぞれ多様性だから、力士も、ま、でも力士もよくよく考えたら2人組だよね、取り組みは。そうだね、かわいそうに。かわいそうにじゃないよ、あれルールだから。2人になれって言われてさ、戦う時に。違う違う、しかも裸になれって言われて。裸の2人組作れって言われてかわいそうだよ、あれで、ね、仲良しグループ作ってるわけじゃないのよ、2人1組。あ、そう。あれも対決してんだから。でもなんかこのね、男女の友情っていうのがまあ一つテーマにありますけども、なんか見てて思うのはやっぱさ、男女の友情ってさ成立しないっていうのはさ、まあ、当人間の問題と、あと周りが悪い場合もあるな、これ見てて思った。あ、俺もそうそうそう、ちょっとしたまあ2人だけの中の関係だったらバランス保ててたら OK だけど、うん、そこに第三者とか環境とか状況が変化があると崩れんだなっていうね。それをこう、この4人クワトロフォルマッチ主演のさ、いや、あの美味しいピザにしないでくれ、チーズの。クワトロ主演の4人でこう表現してるって感じじゃない。でちょっと1人ずつ見ていくとさ、まず多部未華子さんの牛を行方、まあなんかね、小学校の時2人組作れの時自分からこうなかなか行けなくて苦手だった子だったみたいなさ、うん、これ見て思ったけど、そういえばそういうことであったなっていうね。だね、あのよくね、あってもね、2人組作れっていうあの体育の授業とかでさ、うん、あれ何だったあれ今思うと。いやー、分からんけど、先生が見てんじゃない、ああいうので、この子はあそういう友達関係だとかっていうのを見る判断材料にもなってんじゃないの、ああいうのって。もしかしたらそんなんで判断すんねよって感じじゃない、でも今思うと。そのさ、そこで あいつは消極的だなとか、あ友達あんまいないのかなとか、その、まあ、例えばいじめられてんのかなっていうさ分かったりするっていうの、そんなことで判断、あれだ、地獄だったね、子供の立場からしたら、まあね、いやだから どうだった、あの余裕で組めてた、組めてたんだけど、あそっち派の、あっちの人間だわ、もしかしたら。でもこれマジな話、このドラマ半分共感できて半分共感できなかったの、1話見てね。ハーフ&ハーフだったのね。違う違う、だからピザで言えば、ピザで言うのやめて、ホールクワトロホールマッチとかやめて。でもほら、あの2人組作れなかったじゃん、苦手だったじゃん、うん、食べみか、うん、うん、牛尾さんは多分2人組を作れる子にもそういう子いるんだよ。1人になりたくないから必死になって行動する人もいれば、うんうん、牛尾さんみたいにこうおとなしくするしかできなかった子もいるんだろうなと思って、うん、同じ傷なんだけど自分がどう動くかでちょっと変わってくるなと思ったの、そこ。だから俺も多分そう、うん、そういうタイプだったと思う、その1人になりたくないから必死にこう。分かる、俺もそうだったかもしれない、今思い返すと、うん、やばいこの時間来たって言って絶対ね、小学校の頃とかって一人になりたくないじゃん、あの瞬間、うん、そのだからさ、そのが始まると思った時からもう多分組めるだろうなってここに目星つけて、そう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 、真っ先に行っ
ちゃうみたいな、うん、そこで断られてたらもうトラウマだっただろうけど、運よく俺は大丈夫だったからさ、うん、当時でも共感する人もいるじゃん、絶対これ一人になっちゃった子たちとかさ、うんうんうん、ただこれはね言いたいよね、だからちょっと傷になりそうなものは誰しもが持ってた、その一人になっちゃった子だけが持ってたわけじゃないっていうのは、そうなんだよ、ちょっと言いたいよね、より言う陽キャみたいな人たち、うんうん、全然平気な人たちでも多分ちょっと気にしてたよね、この瞬間、そう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 、やべえみたいなのあったよね、多分幼き心にも、うん、これってさ日本最大のあるあるじゃない、もしかしてこの二人組になれの時の感情って、うん、もしかしたらそうかも、誰もが経験したことある日本最大のあるあるだわこれ見つけちゃったねここで見つけちゃったね生方さん、うん、これってさ未だにある文化なの、学校で、俺らの時あったけど、 あるんじゃない、だから体育の授業かどうか分かんないけど、集団で運動するときにさ、ストレッチしてってなったらさ、2人1組になるじゃん、うん、その学校だけじゃないじゃん、このこれって、このパターンって、例えば、うん、ほら野球やるときもさ、準備運動でキャッチボールするときも2人1組になるし、多分サッカーとかもそうじゃん、パス回しみたいな、パス、そう、最初バレーとかもそうじゃない、こう最初のこうレシーブの練習とかもさ、大体2人1組になるじゃん、ハンドボールもそうだし、あと卓球もそうか、うん、水球もそうか、じゃあその分かりづらいです、あとは見たことない、ポートボールもそう、ポートボールもそうだね、ポートボールは学校の授業でしか見たことないバスケでいいじゃんそこ、あとフルマラソンもそうだね、じゃあね、フルマラソンは違うと思うよあれ個人競技だからあるのか、やっぱな、なんかあのね、先生と組む時のね、あの気まずさね、余って、うん、あいつ先生と組んだっていう変なあだ名つけられたりするからね、うん、そこの部分でも半分共感できて半分共感できないというか、ハーフ&ハーフだね、だからハーフ&ハーフ、これに関してはもう、でまあその行方の場合だと、まあ、男友達がいてさ、赤田がいてさ、で赤田が結婚しちゃって、うん、で赤田の奥さんが男だと思ってたっていうね、行方のこと、女だったのみたいに多分なったんでしょ、で2人で会うのダメって言ってさ、なって結局さ、その友情が裂かれちゃうわけじゃん、で2人の中では成立してたわけじゃん、うん、男女間の友情、そうそうそう、 なんでダメなのみたいな感じだった、赤田も、行方と赤田の気持ちも分かるし、うん、赤田の奥さんの気持ちも分かるっていうね、そう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 、そう、たださ自分がさ赤田だったとして奥さんに言われたら、結構さ俺だったら奥さんにちょっと引いちゃうかもしんない、俺が赤田だったらなんで分かってくんないんだろうなって、ちょっとおっ、って分かるけど奥さんの気持ちも、うんうんうん、だって絶対何もないわけじゃん赤田からしたら、そこがこうさ、なんで伝わんないんだろうって悩んじゃうかも、俺が赤田なら、うん、分かる、それも分かる、うん、あそもそも赤田も伝えとけっていうね一応その行方は女の子だけど、うん、学生時代からの塾の中でっていうさ、うん、全然何にもないっていうのを付き合ってちょっとこう立ってからちゃんと言っとけっていうさ、あ会う時に、そうだね、そういう友達いるよっていうのね、うん、だからそこに純粋さがあるのか、これちょっとでも言ったら奥さん反対するのかって、そこでわかるじゃん、そうなんだよね、うん、であとやっぱそのカラオケのシーンで思ったのは、安室奈美恵木村カエラ問題ねどっちでもいいよ、どっち派っていう、そのバタフライ派なのか、うん、トライミー派なのか、トライミーじゃない、トライミーじゃないよ、安室ちゃんの違うよ、なんでそんなビートが速い曲を選曲してくるの急ぎ足で入場してくるんじゃないのそうよトライミーって写真撮る暇ないめちゃめちゃ初期の頃の安室じゃんそんなっていうのもあったけど、であそこでさ小袋のあのとわにともにだっけ、はいはい、あそこでちょっとね陣内さんを軽くいじってんのが面白かったな、いじってるわけじゃない、え、あれいじってんじゃないの、ちょっとだからあの友達関係だから、あーなるほどね、これ失敗離婚するやつじゃねえかよっていうさ、俺らのさリアルな世界だったらそういうくだりが生まれる展開じゃん、あれ、そうだね、ちょっと呪われた曲みたいになってるから、ね、そうなってるのが有名あるあるじゃんこれも、うん、そこをなんかこうチョイスしてて、その後その友達関係がさ崩れた後に、うんうん、ちゃんとこう泣きながらだけどバタフライを歌うっていうこの流れ美しいじゃん、はい、これ、いや美しいね、なんかすごく脚本的になんか引き込まれるところよね、うん、ね、2人の仲がさ良好な時はね、陣内さんいじりでちょっとこう友達関係いじってさ、それってすごいいい友達関係じゃん、いじれることって、うんうん、だけどそれ崩れた後にちゃんと本気で歌いたかったやつをこうね出てった後だけどさ、
泣きながらこう、うん、山盛りポテトが映りながら歌うっていうあのシーンね、生方さんとスタッフの良さって、うん、その切ない感情をこう表現するのがすごく秀逸だよね。秀逸、もう嫌味じゃないのよ、これ切ないでっしゃろみたいな感がないのよ。押し付けないもんね。ないないない、全然ない。あのスマートというか綺麗というか、その切なさにちょっと美しさがあるというか、うん、すごく自然にこう見れる描写という。押し付けてこない、全然押し付けてこないからさ、うん、それがいいんだよね、うん。でまあ2人目が松下洸平さん演じる春樹椿っていうね、この名前名前みたいな名前ね、あの郷ひろみみたいな感じですよね。確かに要は、うん、ロバート・デ・ニーロみたいな感じですよね。だからどっちみたいな。まあね、ロバート・デ・ニーロだよね。ロバートなの、デ・ニーロなのみたいな、うん。これはまあだからそのね、結婚間近で、まあ、結婚してか婚約者、今家まで買っちゃってさ、奥さんに行方みたいな感じで男友達がいたみたいな、大丈夫だよみたいな男友達ね、何にもないからみたいな、うん、で結局できちゃったみたいな、そっちはね、うん、こう行方とだから反対バージョンのね対比になってんだけど、うん、行方は絶対大丈夫っていう感じで、椿の奥さんはそれがダメだったっていうね、下心に変わっちゃったっていうさ、友達関係が恋に発展しちゃったパターンでしょ。これはだからもう単純に嫁がクソっていうね。そうでしょ、これは。うん、そうだね。でもさ、その男女の友情を語るときに、椿の奥さんパターンの方が世の中には多いんじゃないかなって思うね。まあ、やっぱそうだね。このだから椿の奥さんは本当にそう思ってたかもしれないから、相手の男の場合もあるからね。奥さんの方は本当に友達だったと思ってたかもしれないけど、男の方がそうじゃなかったっていう、この2人がバランス崩れてなかったと、双方なるほど、ね、ちょっとしたバランスで崩れるだよ、多分このドラマで分かったのは。うんうん、本当にちょっとした、もうお互いがちゃんと絶妙なバランスで整ってないと成り立たないんだ、うん、成り立たない、ね、確かにな、いろんなだからパターンがあるんだね、これね。自分と同じ価値観じゃないければすぐ崩れるじゃん。確かに。だからここを受け入れられるか受け入れられないかみたいなさ。そうだよね、うん、ちょっとしたバランスなんだと思うよ、ここむずいな、男女の友情。いやむずい、俺だからこれ思ったのは、夫婦の男女のペアより男女の友達のペアの方が作るの難しいわと思って。生涯も絶対一人みたいな人同士じゃないと無理だよね、完璧にマッチングするには。結婚するとかなってくるとこの問題がまた生じてくるしさ、うん、でなってくるよね。そう、椿で印象的だったのはあれだな、初対面が得意っていうくだりが印象的だったわ、はいはい、その、うん、どう思われてもいいからっていうさ、二度と会わないから、うん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 、だから初対面得意ってやつあったじゃん、これ。うわ確かになと思った。そっか、でもなんか俺逆なのよ、人見知りじゃないけど初対面の人とちょっとやっぱ頑張んなきゃいけない時があるけど、これの、まあ、セリフっていうかこの考え方で、あそうかちょっと救われた部分もある。そういう考えすればもっと楽だな。確かに確かに、その気づきはあった俺も。うん、初対面確かに嫌だなって思うシーン多いもんね、世の中で。おいおい、うん、どうしようみたいな、気使うわみたいな。そう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 、だけどこの椿のメンタルで臨めばいいってこと、椿メンタルでいけばいいってことだもんね。そうそうね、これは気づかされたね。うん、3人目が神尾楓珠君演じるもみじ、佐藤もみじ。これ広く浅くみたいなさ、友人関係が親友みたいな存在を作れないから、それに憧れながら過ごしてきたみたいなさ、うん、これなんか共感できたな一番俺の中では。みんなにいい顔しちゃうけどなかなか深い仲の人は作れないみたいなさ、うん、あれだったな、マルチの誘い下手だったな友達。急に入ったもんね。あれはダメ、まあ早いんだよ言い出すの、誘いもっと会って近況報告とかして心許してから言わないと、あの誘い文句は。それマルチやってた人の手順だろそれ。だってあんなんじゃもう絶対無理じゃん、2人飲み行こうって言ってさ、いやさ、うん、いい話あんだよみたいなさ、そう、ね、いい水があんだよは早すぎるでしょ。あ、俺もあのそのパターンで呼び出されたことあるからそれは早いなと思った。マルチじゃなかったけどね、その時俺が呼び出す、女の子に呼び出されて、宗教の勧誘だったけど。いや同じだよ。もう手順がね、手順がちゃんとしてたもん、マニュアル通りだった。そう、
ちょっとこっちの下心をくすぐるような感じで飲み始めたんだけど、でも途中から1時間ぐらい過ぎてからだんだん、うん、これなんか違うぞって思って。男女の友情は芽生えなかったんだ。芽生えるわけないでしょ、そんな。椿の奥さんタイプだよ。違う。俺とその子の間には変な神様が入ってたよ。変な神様。変な神様がね、立ちはだかってたからね。島田さんの下心の神様が負けちゃったんだ。負けちゃいましたね。ちうちいなくなりましたから、目の前から。勧誘の神様に負けちゃったんだ。そうです、そうです。神と神のぶつかり合いだったんだね。それはちょっと大晦日に見たい戦いでしたね、それはね。ライジンとかじゃないのこれ。なんか俺はね、一番この4人だったらこのモミジにちょっと近いかなと思った。自分どれかなと思った。ほうほうほう、まるっきり同じじゃないんだけど、まだねそのモミジよりマシだから俺は。こう嫌われないようにってこうさ、学生時代からやってきてたけど、うん、本当に仲いい友達が 2,3 人できたっていう、俺はそのもみじよりちょっと上位互換だね俺は。もみじのまだ重症じゃないってことね。まあ3人ぐらいいるからね、その深い慣れた友達が。ああ、だからよかった、まだもみじよりの上位互換の俺。分かんない、こっからねもみじ巻き返す可能性あるから。まだ一応だから。嘘、山村もみじになる？じゃあ最終的に。違う。進化しても山村もみじになるわけじゃないの。ドラマの内容変わっちゃうからさ。コミュ力高そうじゃんだって山村もみじ。そりゃそうだけど。まあまあ一番ちょっと害かなって感じたかな、もみじは。で、4人目が今田美桜ちゃんのヨヨ。2人組になることに怖さがあるって言って、見た目がさいいから異性と話してたりしたら相手に誤解されたりとかさ、まあ、同性から妬まれがちっていうね、うん、その美貌と性格の良さっていうかさから妬まれて生きてきて、うん、その2人組になるの怖さあるみたいな。完全陽キャの島田さんからは到底わからない世界じゃないですか。そんなことない。見た目がいい人たちの気持ちはわからないじゃないですか、島田さんは。美男美女にもこういう悩みがあるっていうね。統計があるな。到底島田さんにはわからない世界。いや、わからない。わからないですけど。島田さんと、まあ、この動画を見てくれてる視聴者の皆さんには到底わからない世界。おいおい、全方位に、全方位に拳を振るな。なんで嫌われに行くんだよ、お前自分で。自分から一人になろうと。俺はもう一匹狼だから、俺は二人組苦手だから。群れたくないから、俺は。だからといって、人を傷つけていいとは。自分がやっぱ傷つきたくないから、先にね、相手を傷つけちゃうっていう。やっぱ俺のね悩みを分かってほしい。寂しい男なんですよ俺は。今の手法はもうほぼテロリストですからね。これ見た感じ、あのなんだっけ、美容室のさ相良、うん、お前ちょっと勘違いするの早いよとは思ったけどね。あれはもう童貞のムーブ。童貞ムーブだったね相良は。いやほんと怖いよあれ。怖いね。で、思い通りにいかないからってあんなの女の子に言っちゃダメだよね。あれはモテないね。モテは勘違いも甚だしい。恥ずかしい、あれは恥ずかしい。後で第一話見返して恥かいてほしい、相良には。相良役の人には。俺こんなこと言ってたんだって恥かいてほしい。恥はかかない。そういう役もらったんだから。実際に会ったらすげえ恥ずかしい、あんなの。あ、やばいよね、あれ。一回ね、ちょっと同僚で飲み行っただけでさ。そう、で、下心丸出しでさ。言ってさ、それが叶わなかったからってさ、つあてる人はどう考えても、あれは怖い。目バキバキになりながらね。いやだからまあ、ヨヨに言えることは早く職場変えようってことだけだよね今のとこ。そうですよ。あとなんかその4人でさ、結局4人がさちょっとこう薄い関係でさ繋がってたじゃない。もみじとゆけはなんか幼馴染で、で椿とヨヨは美容室の客と店員みたいので繋がっててさ、結局椿んちに集まって話すシーンあったじゃない。うん、一人ずつ自分の悲しい話っていうかさ、体験談話しちゃって辛いってなるじゃない。で見てる方もさ、なんか全員に共感できるんよ。ああ分かる分かるって、うん、なのになんか4人のさ意見がこうずれて合わないみたいな、あの会話が面白かったな俺は。だから同じ一人でも価値観の違う一人なんだなって、ね、そうそう、そう、一人一人の話聞くと分かるわーとかってなるんだけど、うん、4人で話すとめっちゃすれ違ってって、なんか
4人アンジャッシュみたいなさね、椿の奥さんみんな亡くなったと思ってるでしょあれそうそうそうちょっとこうすれ違いながらずっと4人のさ話が進んでいくんだけど、うん、自分のことだけ言って他の人はうんみたいな共感できないでいるっていうさそうそうそうこれぞ多様性っていう感じがしてさ、うん、産方さんが見せたいのはこういうことなのかなみたいな同じぼっちだけど一言でね言っちゃうとぼっち同士なんだけど、うん、それぞれのぼっちがあるんだなっていうねそれぞれのぼっちそうそこがなんかこう見てて妙にこう面白おかしいけど共感もできるみたいなねそうだねうんまあでも一つ言いたいのは、うん、結局ね一人でもいいんだよあそう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 俺が言いたいのは、うん、そのそこにたどり着くんだよね結局その二人組苦手っていうとこから俺も小学校の時始まってコンプレックスにね感じたりした時期もあったけど、うん、今はね一人でも別にいいよっていうとこにたどり着いてんのよ俺はだ楽だよねあの突き詰めれば二人も楽なんよ大人数の飲み会とかきついじゃん俺平気なんだけど友達8人とかじゃないよよくある打ち上げとかさ あ、はいはいはい、あるじゃん会社の飲み会とかわかんないけど、うん、その上司がいたりとか気使う人もいる飲み会大勢の飲み会、はいはいはい、あれとか もうきついじゃんただただまあね、うん、そう考えるとやっぱ差し飲みとかできるようになるじゃん大人になるとそうだねっていうふうには思うけどね今となっては、うんうんうん、この4人がこうどういうね答えにたどり着いていくのかっていうところがめっちゃ気になるっていうか見どころだなと思ったそうだねだってこれでね行方と椿が付き合ってとかじゃないじゃん絶対絶対そうなってほしくないドラマ的にはうんもみじとヨヨが付き合ってとかじゃないじゃんうんそこがどうなっていくのかがちょっと見どころだなって楽しみだなって思いましたこれうんそれをちょっと楽しみながらちょっと2話以降も見ていきましょう。はい。じゃあ皆さんからの感想もですね、コメントに、恥ずかしがらずにね、自分をさらけ出して、自分はこういう人なんだよっていうのをね、書いてほしい。その、小学校の時のトラウマ体験談でもいいですし、うん、教えてほしい。多分みんなあるあるだからね、これはね。そうだね。そういうのも含め、感想の方、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。では、今回の動画は以上でございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。